どうも皆さんこんにちは、ウォルターチャンネルのウォルターです。今回はゲストに来ていただいております。全然あるない、どうも流水です。はい、今回は弟の流水とパズラマルチをやっていきたいと思います。では行きましょう。メールはいいので協力と二人でガッツ部屋を作ります。今回は5月のクエストダンジョンのチャレンジダンジョン10に行きたいと思います。 7×6 です。フロンドスペースと交換、今回はコマさんパーティーでやっていきたいと思います。パーティーはこんな感じです。私の方がコマさんにコマさん、ゼラにミラボーです、レックスに、エミアですね、でブラギリオズに、メガ、これはナラコム教会の派ですね。でちょっと名前わかんないんですけどこいつに銅座を買う予定です。で弟がちょっとあまりキャラを持っていないので一応スモブキとドキドキでこれはつけてもらっています。それでは行きましょう。グーショータイム。さあ初見なのでちょっとあまりダンジョン内容知らないですか。私はちょっとヘッポコパズドラなのでこの人手玉が来ましたね。はいはい、体勢ゴリゴリなので効かないです。さあ行きましょう。トマトのリーダースキルは絶対にゴボゲシが必ずいるので、指短けこれちょっとまずいっすね。最初からちょっと悩む場面ですね指が超短いっすね。7秒ちょっとこれはまずいよと思いますね。やばい、いつも OK ラストちょっとこれはまずいですね。頑張ってください。斜めから自分でシステタッチを6分でこの状態を生かすためになると思います。ちょっと右で飛んでいこう。弟の方が指は長いですね。 7.5 秒しかなかったので斜めから自分でシステ6分です。ドロップだな。これはちょっと使ってみましょうか。指の。コマさんは門芸は打たないので打っちゃいましょうかね。これ指を伸ばしましょう。これ縦で確定的に作られているので。
6だから7個ないとダメなんだな、さすが。熱いってたねー。これ、タイムに作る何やったっけ。あと闇を返して、これ使いないと。これで回復やすさにいけるの。あの、右が短いからもう本当に。出しに木を3ヶ月ずつ防衛球を入れながら7コンボあったらラッキーかなくらいでお願いします。まあ16ですね。はい、まあ3つは大丈夫です。 HP は高いので皆さん最悪オデドラだったりあの割合回復なくて、まあ気ドロップ入れてないですね。入れていったのでとりあえず打ちます。こいつがドクドロップしてるのでレックスは
それはかなり強い。回復ドロップがねえんだよな。これルーレットから持ってくるしかないけど、いやーでもこれ耐えれないよな。これもうここで飛ばすしかなくね。飛ばすしかなくね。きついですかね。ちょっと考えろ。うまいことこのレッグドロップの木のやつを利用できるよね。このはずに木ドロップを上に乗っている木に乗ってますよね。おつかガッタキー、おつかキー、あ、どこで毒の落ちてわかんない。これはちょっと俺も意思がないので諦めます。いやーあーダメだったか。ちょっと厳しいですねこれは。まだいっぱいいけるんですが、バーティー的に厳しいですかね。チャルテンは、今回は仕方ないかな。どうします？このところ行きますか。そうですね。負けて動画終わるのはちょっとさすがになんか動画的に良くないですよね。ウエストダンジョンやめて、何それ、トリジョンに行きますか。トリジョンに行きますか。ラブエル選手、ラブエルライト、何で聞けるんですか。だいぶ前に集会してスキル上げしたんで覚えてないですよね。早い編集に行きますか。花火大会で行けたかどうかって覚えてない。クリアはしたけど、いけたような気はする。じゃあ最後にキムキマンコラボ行きますか。それだとちょっと動画的に普通なので、とりあえず花火大会に行きましょう。ちょっと動画的にやっぱ勝って終わりたいっていうのもあるので花火大会に行きましょう。ちょっと今回のチャルテンはなかなか難しいですね。自分がっていうのもあるんですけど、いやちょっと今回は私もやらかしちゃいました。でバレリアに行きましょうか。スキルに、スキルに、いや取り行きましょう。出会おう。一番上だけクリアしてるんですね。フレンドスキル、ちょっとチャルテンが不甲斐ない結果だったので、最後に筋肉マンコラボの超地獄級を花火大会で一度だけ挑戦していきたいと思います。ではゴー。まあコラボのドロップ、まあでも多分関係ないと思います。3個残るぐらいだったら関係ないと思います。あれですから、一時はね、3個のようなので
グでタリウムが入ってる。多分タリウムとありますけど。なんで、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 これはね、書いてみます。マルシアのね、これがやっぱ、無難ですね。やっぱ、ベースジュースが昔に出会うのに。あ、そうやれるのかな、50% 入ってるけど。いい、本当に、50% 関係ないですね。点取り座点したらちょっと分かんなかったですけど、まあ意外と余裕ですね。点取り座点が入ってきますね。はい、こんな感じですかね。まあ、あとやることはないかな。チャルテンがだいぶ不具合ない結果で終わっちゃいましたが、はい、では今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。